慶安5年だから360年前ですね。これは土地台帳で、ここにあの土地の、支配について誰がどこの土地を持ってるかっていうことをあの記録した台帳なんです。こういう税金の命令書が村に対して出されて、そのこれがあの幕府の役人なんですけど、村の庄屋さんに当てているわけですが、こういうものをずっとこう集めてくると、工場の記録が残ってるんですね。つまり災害に遭うとそれ税金かけられませんから、水損って書いてあって、ここに災害が起きてて砂がこう入ったとか、こういうことで土地があの耕作できない状態になってくるんですね。でそういうデータをこう起こしていくと、環境がどういうふうに変わったのかってことがこう見えてくるわけですね。でこれはこれある村のものですけども、地域的に災害がどういう形で起こっているのか、どのぐらいのインターバルで起こるのか、地震も含めてですけども、そういう自然に刻まれた土地の記録っていうのがここから蘇ってくるんですね。資料に即してこう歴史を考えるっていうことがすごく大事で、答えが最初からあって歴史が作られてるわけじゃなくて、こういうことを分析する中で我々の歴史っていうのを掴んで、それを未来に生かしていく、そういう学びを目指しています。歴史は都合のいいように書き換えるものではもちろんありません。客観的にここまでは確認できる、ここから先はまだわからないという、そういう実は未開拓の世界がずっと広がってるんですね。でそういうものをなぜだろう、どうしてだろう、どうしたらいいんだろうということを考えていく、あるいは考え合うっていうのが歴史の醍醐味だと思うんです。ぜひ本学でそういう学びをしていただきたいなというふうに思います。